子猫の地位が始まるよ。前回のお話、こっちが見つけた獲物を追いかけて穴に飛び込んだ私たち。すっごい不思議なところにやってきたの。そこにはたくさんの獲物がいて、楽しいことがいっぱいあったんだ。でも怖いやつもいたの。私たち、僕たち、これからどうなるの？でっけー！
べえ、逃げるぞ。え、ここどこだ。おい、みんな起きろ。いや、どうしたの。ハエ、ここどこだ。なんかやべえところに来ちまったぜ。ほんとね、怖い。どうする、こっち。大丈夫、心配すんなよ。え？うわあ！こりゃマジでやべえぜ。怖い。こっち、もう帰りましょう。おお、でもどうやって帰りゃいいんだよ。ねえだろ。だから帰ろうって言ったのに。自分でついてきたんだろ。もう喧嘩しないでよ。急になんかついた。どうしよう。こいつはあの時の獲物か。待て。よっ、獲物だ。待って、こっち、また勝手に。あいつ、さっきも見たんだ。追っかけてみようぜ。大丈夫なの。エムナー、ねえ、こっち。うわーって、危ねえ。見て、あ、いた。また逃げるよ。よし、行くぞみんな。ちょっと待って、こっち。ミカ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 、逃げる。よっと。ミカ、お、こっち、大丈夫。もうちょっとで出られそうだぜ。ほんと。でも揺れが足りねえ。どうしよう。何やってんだ、チー。